どうも、ヨハユシコです。今日はですね、完成したばっかりのシュリーフェン、レジェンダリー戦艦のシュリーフェンですね。こちらの、スペック紹介動画となっております。艦長もアップグレも何もつけてない状態での紹介ということで、このシリーズをやっているので、では行きたいと思います。まず見た目ですよね。見た目はティア8のループレヒトだけか、あれにそっくり。ドイツ第二戦艦のね、釣り。それ系統の船ということで。かっこいい。副砲もいっぱいついてるしね。ではね、早速オーバービューから、シュリーフェンは第一次世界大戦期のドイツ巡洋戦艦の特徴を多数継承した、高速戦艦ですと。本艦は主砲として420ミリ砲を採用していました。設計年1944年。設計だけされてた架空艦ということで、副砲の射程が平均以上、強化版のソナーがついてると。で、高速移動速度が平均以上である。となっておりますと、まずアップグレードですね。何もついてないっていうのはもちろんなんですけど、この辺はアップグレに関しては何か特別なものがついてるってことはないと思うので、ないですね。はい。次にですね、弾薬、榴弾は装填時間30秒、最大ダメージ4600、火災発生率 27%、初期の射程は 16.6km ということになってますね。鉄鋼弾、AP 弾は最大ダメージが 12,950 と。で、魚雷と装填時間160秒の 16,533、最大ダメ、魚雷射程が 8km、 雷速54ノット。で、第二戦艦ツリー系統ということで、応急工作班はやはり消耗品の数3と書いてますんで、準備時間が短いけど、もう無限ではないと、消耗品となっていると。で、修理班ですね。強化型副砲照準器と。で、ソナー、魚雷発見が 3.9km、艦艇発見は 5.7km、 動作時間は120秒、準備時間は180秒、消耗品の数は2となっております。では仕様ですね。高端性76100と、装甲 19mm から 380mm、対水雷ダメージ軽減 25% で、砲ですね。ここはさっき紹介した 420mm で30秒と、装填が旋回所要時間も30秒と。で、副砲、なんといっても副砲ですよね。強化されてない状態ですでに 8km あると。で、魚雷発射管 4×4 となっております。これが強い。で、対空カールを置くと。
一気動性 34.1 ノット、早いですね。旋回半径 970m、 テンダ所要時間 16.1 秒と。で、隠蔽性、はい、このようになっております。では走行と、まあ、見た目はほぼオレンジということで、まあ、戦艦なんてね、この監視管理の装甲27ミリ部分がね、やっぱり弱点になるかなとは思うけど、一周したかな、はい。上部構造物と、はい、このようになっております。まあ、主観でしかないんですけど、27ミリがまあ弱点で貫通弾はよく出るかなとは思うんですよね。ただバイタル前から行くかって言ったら、多分前からあんまり行かないんじゃないかな。前ボーンって打たれてもバイタルまでは届かないだろうかなとは思う、うん、後ろに関してもね、いかないんじゃないかな。ただ貫通弾がいっぱい出るからダメージは食らいやすいとは思うけど、装甲に関してはね、あんまり詳しくないんですけど、この砲塔に関してバーベット装甲50ミリからっていうのと、このバーベットハッチ90ミリってところ、バーベットハッチがあるっていう船は軒並み手法が止まりやすいですね。自分の主観ですよ、うん、壊れやすい。90ミリ、まあ90ミリがどうかって言われると微妙なんだけど、まあ、他にね、このバーベットハッチがついてる船っていうのは、まあ、フランス戦艦だったりとかリシリューとかね、まあ、イタリアだったらマルコポーロとか、ちょっとティアが上がってくると、うん、まあ、軒並み止まりやすいんで、ちょっと乗ってみて、撃たれた時にね、どのくらい止まるかって感じですかね。はい、となっております。
からちょっとずつ乗ってってね、どんなもんかということで。では今日はね、完成したばっかりのシュリーフェン、艦長もアップグレード何もつけてない状態での紹介動画ということでした。ご視聴ありがとうございました。ではまたね、バイバイ。